今回ははい、じゃん、御三川でございます。今回あれでしょ、縛りないってことで、普通におかっぱりね、好きなものを好きなだけ使ってよろしいと。はい、はい、ルアー5種類で魚3匹。おほほほ、3匹まんまですよ。はい、はいはい、まあというわけで久しぶりの御三川のおかっぱりを楽しめるのか苦しめるのか。まあフィールドがフィールドなんで、ちょっとコンパクトサイズのルアーエルバス中心になっちゃうと思いますけど、とりあえずやってみましょう。スタート。はい、御三川ではね、入魚料がいりますんで、ちゃんと入魚券を買ってですね、皆さんも楽しんでください。まあ、これによって魚が保たれてたり、まあ、ブラックバスや外魚にならずにこう釣りを楽しめるということで、気持ちよくお支払いして、多分払ったら釣れるでしょう。というわけでよろしくお願いします。ベイトがいますよね。なんかあれがいるとこがいいんですよ。でストレートじゃないとこがいいですよね。あと大体ストレートなんですよ。うん、会長会長、ナイロン14ポンドいいな。やっぱ糸が重いとやっぱ下入っちゃうんで、あのすげえ足元にいっぱいガチャガチャって木とか岩とか入ってるんで、どこで食うか分かんないんで、結構ハードベイトでポンポン探っていっちゃったが、俺は好き。もちろんそこでこう粘るのもありなんですけどね。そう、でも多分1本食ったら食うっすよ。うわ、今いたね。ブルーギルかな。ちっちゃかったぞ。あ、やばい。これ釣れんのかよ。と思うでしょう。釣れると思うんですよ、これやってりゃ。これがね、やれてない時がやばいんですよ。あー、また目がかかったとかになって。そう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 。だってここをあそこをつもらばやって、ここつもらばやってって、もう大変じゃないです。そうそうそうなんですよ。そうそう、だから琵琶湖だと藻穴を一個一個テキサスリグで打つよりチャタ巻いちゃった方が早いじゃないですか。そういう感じ。その代わり水門とか縦ストができないです。カバー、ブラックちゃん頼むよ。こっちの方が濁ってますね。当たった側だからじゃないですか。うわー、嘘だ。ねえ、ポイだね。うん、斜め前ぐらい。本当はこういうの一生やりたいんですよね。こう
通っていけるようなハードウェイトの種類っぽいですもんね。あ、壁すぎると多分ここは浅いと思う。来た来た来た、おい、よいしょ、足元やったよ。誤算っぽいね。エルバスクランクール。てってれー、イエー、かなり壁際できたね。やったほうがいいな。やっぱ濁りか。あれ3匹欲しいな。あと2。俺のリズムで釣りをすると。クイックショットの CN。カーボンナイロンなんですけど、あれナイロン寄りのラインなんで。で、今回はこういうショートキャストが多いだろうっていうのと、あと巻き取りを減らしたかったんで。スプール系がね、ちっちゃくても糸いっぱい巻いちゃうと巻き取り量増えちゃうんで、そこまで気を使う誤算セッティングをやってみました。普段やらないんですけど、するというよりも根がかり防止っすよね。そうそう、で、あの今回のテーマのリズムが良くなるんで、この時期だったらハイライトでも全然、今度あったまり系が効くんでね。で、特に浅いフィールドじゃないですか。で、水色がこうなんでね、あんまりローライトが効かないかもしれませんよね。あれ、深いの？ここでつくんか。たまに沖に投げてみないとダメだな。あれ来ないな。ここまでぐらいでもう一本追加の予定だったんだけど、そこのカーブとかで。そんな甘くねえのか。わからない。向こうはね、上流まっすぐなんですよ。なんでその分かりづらいんですよ。なんで下流から入ったんですけど、あと上流もなんか新しい玉ねぎがいっぱい入ってて、そうすると一撃なんですよね。だって浅いフィールドだったらトップやっぱすごい有効だもんね。で、トップとこれなんだっけ、エルバスのペンシルとジャークベイトが多いようだったら、ダイワのスティーズ、平べったいリールを組み合わせようと思って2タックル用意したんです。まだ早いかな、季節的にも時間的にも。さっき見えたから追い川だと思うんだけどな。あれ食ってるやつはでかいだろうな。そこまでたどり着きてえな。いや、いるのは多分もうちょいここなんですよ。で、こっちに壁に追い込んで食ってるよね。違うな。
バスだ。ターンしたんだね。あー、なんか入っちゃった。ここに何かがある。うん、あ、はい、くそー、取りたかったぜ。すげえ豊かだな。これにポカーンって浮いてないかな、食べるようなやつが。あっち行きますか。全然あっちっぽくないですか。反対側ね。すごい人がいっぱいいるんですね、五山川って。ね。超値がかるかな。シャロークランクとあとフローティングジャコベイと朝と一緒ですよね。結局あれが効率だろうね。今リズム悪くしちゃってるもんね、自分で。まあなんかでも僕らやっぱりあのゴリゴリ引っかかるとこう沿いを巻いた方が。そう、全然行ってねえ。戻りましょう。エリアに釣りが合ってないです、うんうん、全然硬くないからゴリゴリしないし釣れる感じがしないんです。やっぱ護岸で人に近いところの方が我々の釣りには硬いものがいろいろ捨ててあるじゃないですか。そうそうそう、下あれ一周ぐるぐる回ってた方が釣れんじゃないの。あとどこ負けたっけな。うん、食いそう。この釣りだな。これ優秀だね、本当に。もう今頃何個なくなって。やっとったね、バスですか。出ろ。なんで出ねえの。超出そうだけど。でもアフターになったらこれトップ出ちゃうからね。もう一回来たいな。全然水の色が違うもんね。そうですね、深いとこないですよ。でもここはフィールド的に。でまあリズムでしょう。うん、だスローなリズムが好きな人はそれでいいと思うんですよね。僕とかだと我慢できないのと、例えばこうやってやってても欲張りなんで、あ、この沖どうなってんだろうな、入れとこうかなってなっちゃうんですよね。その時にワームだと時間がかかりすぎちゃうから、頼む、あと一本釣らしてくれ。魚はでも上の方が多いですよ。うん、うん。
あと水がやっぱこっちの方が俺たちの釣りには合いますよね。まあ今回こういうスモールクランク、これエルバスクランクの SR、 1メーターぐらいのレンジの小型のクランクベイト使う予定だったんで、まあ朝も言いましたけど、すごく糸巻き量少なめ、コンクの100番で糸巻き量どうだろう、50メーター巻いてないぐらいで、竿も短くて柔らかい、62L、 6フィート2インチの L パワーで、なんでこうしたかっていうとね、皆さん見てて分かると思いますけどね、根がかりがすごく多いんで、ちょっと当たったらもう止めてあげる、巻きすぎちゃわないようにギア比も低めで、さらに糸巻き量を減らしてスプール径をちょっとでもちっちゃくして、あとキャストのしやすさで、ロッドを柔らかくしてるのは引いてる時にロッドがたわむんで、コン当たった時に戻してあげるだけでかなり障害物が回避できます。いつもと違ってそういう細かいところのタックルセッティングも、で今日は結局クランクベイトは根がかりなしなんで、できればちっちゃいこういうクランクで釣りたかったんだよなっていう。でラインは、カーボンナイロン CN の14ポンド、まあ、糸が、ね、重く、クロロカーボンだとどうしても重くなっちゃうんで、ナイロンの軽さと比重とで、浅いところやる予定だったんで糸が沈まない方がいいかなっていうので、まああと伸びですかね、クッション性。でナイロン系入れてると、そのままジャークベイトとかペンシルベイト、トップウォーターもできちゃうんで、フロロカーボンだとね、トップウォーターペンシルやるときに沈んじゃうんで、この選択をしました。ちょっと夕方になってでもなんかあんまり魚の動きがなくなっちゃったよな。3匹ちょうどいい。お疲れ様でした。まあ、あの雨もね、ちょっとすごい強くなってきちゃったんで、ギブアップということでフィニッシュ。最後チケット発表です。いや難しいっすね、結構。たくさんいるたくさんいね。うんうんうん。うん。で釣れてるのも見ちゃってるし。週細かく3週ぐらい、はい、はいはいはい、はい、5種類は使いましたと、はい、で魚はワンキャッチのみで、惜しい場面ありましたけどね、大きいのも来た場面もあったんですけど、いかんせんチャンスが少なかったかなと。ミッション失敗でで今回唯一魚をキャッチできることができたのはエルバスクランクの SR シャローモデル1メートル前後ぐらいで、まあね、多分動画にも入ってると思うんですけど、すげえ根がかりが多いフィールドなんですよね。だけどタックルバランスもそうなんですけど、ルアー性能持ってるポテンシャルを生かして回避能力だったりとか、あと浮力もいい感じ、強すぎず弱すぎず、やっぱり浮力が弱いと根がかりが多いんで、まあ何せこのエルバスっていうと、そのレンズフィニッシュとかやに着目が行きがちなんですけど、本当にこいつの基本性能が良かったんで、結構集中力途切れることなくで、結局今日も ロストゼロですからね。はいはい、
他のルアーはやっぱ値がかかっちゃったりとか、まあしょうがないんですけど、巾着とかが入ってるんで。だけどこのクランクだけはゼロなんで、まああのこういうフィールドである程度タックルバランスさえ整えば使いやすい、非常に使いやすいクランクベイトだなと。で普段はワームネコリグでもいいんだけど、たまには巻いてみようかしらと思った時には使っていただけると。まあここメジャーフィールドじゃないですか、おかっぱりの。なんでシーズナルでちょっと攻め込んでも面白いのかなと。まあとりあえずちょっと僕の希望としては今年もう一回ぐらい着させてもらえませんか、はい、ここ。はいはい。でちょっともう季節感が変わってハードウェイトガンガンいけるぜみたいな時にやれたらいいな。上の人と。はい。はい、というわけで、はい、今回お疲れ様でした。はい。よっしゃー、よっしゃー、イルカクオリティ出ました。エルバスジャークミッド最高だぜ